JYP エンターテインメントの新人ボーイズグループ NEXZ が、ホットなグローバルスターになったストレイキッズと出会い、特別な時間を過ごした。NEXZ は2023年、JYP とソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト、ミニジプロジェクトシーズン2から誕生した新人ボーイズグループだ。最近公開された Mnet M2 リアリティ番組、デビュー準備班クラブ NEXZ、日本ではレミノにて独占配信中、第4話では、遊園地で行われたミッションの最終優勝者の選定と JYP の先輩であるストレイキッズのリノ、チャンビンとの特別な出会いが書かれた。前回に続いて繰り広げられた、充実した待機時間を過ごすためのミッションの勝者が決まった。先着順ミッションで勝機をつかんだ春は、ヒュイと共に、イチゴの種抜きに成功し、最後の勝者になった。最終優勝商品は、時は金なりの意味を込めた本物の金で、メンバーは羨ましがった。新たなミッション、先輩との出会いに備えろ、で彼らは、JYP の先輩アーティストに対するクイズ対決に乗り出した。ゾンビダンスとアクロバットで有名な 2PM の曲を当てる問題で春は、一番早く手を挙げて、ハービーと正解を叫び、安堵の表情で笑いを誘った。クイズ対決の真っ最中にストレイキッズのリノとチャンビンがサプライズ登場し、NEXZ のメンバーたちは驚きを隠せなかった。デビューを控えた NEXZ のため、二人はステージ上での突発的な状況に対処する方法などを伝えた。チャンビンは歌詞が思い出せないとき、慌てた姿を見せずにリズムに乗る方法をスター講師のように説明し、簡単を誘った。それから続いたスモールトークでは、勇気が、僕の MBTI は、キュート、と末っ子らしい愛嬌を見せ、みんなを微笑ませた。NEXZ はデビュー日を5月20日に決めた。リアリティ番組で次世代新人として潜在力を発揮している彼らは、5月20日午後6時にデビューシングル、ライド・ザ・バイブを発表する。